どうも。こんばんは。頑張ってくださいます。いやー、今ね、透明人間ずっと見てる。もうね、いや、ずっと透明人間見せた。もうあと、もう今11話ぐらいまで見終わったんで、多分あともう残り1話か2話なんですけど、はい、あ。ああ、北米の方から、マーネキーネコーキだ。おいがおいがおいが、アラブダウンス、今日はウィドズ、ビリゲイツ、ソフトバンク、サンバダヨシ。ああ、ありがとうございます。やったー。無理ってごめんなさい。いやいや、全然、そんな。はい。ああ、ちょっと、北米の方から、キャンプファイヤーをしかも当たり来た。おいがおいがおいが、アラブダウンス、今日はウィドズ、ビリゲイツ、ソフトバンク、サンバダヨシ。やったー。ありがとうございます。こんばんは。あー、ちょ、当たり連チャン来た。当たりが連チャン、さすが2枚で。おいがおいがおいが、アラブのセキュー、イノス、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーマス。あー、ちょ、遠くめろ。いきなり連チャン来てる。おいがおいがおいが、アラブのセキュー、イノス、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーマス、連チャン。やったー。ありがとうございます。あー、レンちゃん来てる。10位になってる。デイリーも3位になってる。おいがおいがおいが、アラブのセキュアウィドウズ。あー、遠くの方、レチャ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 アレチャアレチャ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 、アラブのアセキュアウィドウズ、ビリゲイツ、ソフトバンク、アウィドウズ、アウィドウズ、アレチャ来た。またアウィドウズ、アウィドウズ、アビリゲイツ、ソフトバンク、アッサマサシ、サマサシ、やったやったやった、ありがとうございます。めっちゃ来てる。あー、当たり来たー。いやった、さすが2倍で当たりが出やすい。いやった、おいがおいがおいが、アラブのお世今日ウィドズ、ビルゲイツ、あー、レンちゃんまた来た。あ、また来た。アラブのお世今日ウィドズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、レンちゃん、サンバゼヨシ、総合9位になった。いやったー、当たり来たー。超当たり1000ポイント2倍で、さすが当たりやすい。おいがおいがおいが、レンちゃん、セキュオー、ビル、ビリギツ、ソフトバンク、サンバダヨシ。やった、ちょ、遠くめのことレンちゃん来てる。おいがおいがおいが、アラブのセキュオー、ビル、ビリギツ、ソフトバンク、サンバダヨシ、サンバダヨシ。やった、レンちゃん来てる。やった、アラブのアッセキオウィドウズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソーモサジ、デイリー、3位の総合9位まで上がりました。やったー。ちょい、めっちゃ来てるんだけど。おいが、アラブのアッセキオアビルンツ、アビリーツ、あ、お金持ち、あー、ちょー、お金持ち、やったー。金持ち、お金持ち、やったー、めっちゃ来てる。こんな来るの。遠く見えるから、金持ち、お金持ち、いやー、来たー。遠く見えるから、お金持ち、やったー。金持ち、お金持ち、やったー、止まんねえぜ。やった、レンちゃん、やばい、めっちゃ来てる。おいが、アラブのアセキオ、ウィルズ、アビリーズ、ソフトバンク、ソフト、やばい、めっちゃ止まんないやん。めっちゃ来とる。あー、また来たー。やったアラブのセキュア、ウィンドウズ、ビリーズ、ソフトバンク、ソーマダヨシ。やったー、レンチャン、やった当たり来たー。遠くめるまたら当たり。おいがアラブのセキュア、ウィンドウズ、ビリーズ、ソフトバンク、ソーマダヨシ。やったレッチャ、アラブの、おやつ、今日、ウィドウズ、ベリーズ、ソフトバンク、サブズ、やった、ありがとうございます。おやすみなさい、ありがとうございます。いや、あのね、あ、この野菜クマブロックね。いやー、ありがたいですね。おやすみなさい。なんか、この匿名で投げてくれる方がいらっしゃるんですけど、なんかこの方がなんか、ちょっとなんか具合が悪いとかっていうなんか DM が来て、でなんか今から
ちょっと投げたいんですけど、枠開けれますかって言われて、俺ちょうど今透明人間見てたのよ。透明人間見てて、まあ、そろそろ枠開けようとは思ってたんですよ。今日2倍でだから。で、まあ、開けれますよ、つって今開けたんだ。すげえ投げてくれた。すごい投げてくれた。お金持ちだわ。おやすみなさい。気をつけてじゃなくて、お体を大事に。まあ、コロナとかじゃないみたいなんで大丈夫。そこはね、良かったですけど。はい。おやすみなさい。あ、ポンポンどうも、こんばんは。ちょっとね、あれなんですよ。香取慎吾の透明人間見てました。今、ちょうどね、あともう多分最終話まで、あと1話か2話のとこまで来てんのよ。うん、やばい、めっちゃいきなり来たわ。ずっと見てたのよ、透明人間。うん、まあこれ本当はね、あんまり声を大にして言えないですけど、YouTube で転載されてるんで、それをちょっと見てたんですけど。早くないですか？俺多分昨日かな？昨日から見始めて、昨日から見始めてですね、もう多分あと、今日、今11話か12話まで見てるんで、あと多分1話か2話で完結だと思うんだけど、僕がね、ちっちゃい頃、僕が本当に、多分ね、多分小4とかそれぐらいの頃のドラマなんですけど、多分小学4年生ぐらいだと思うんですけどね。だからもう25年前ぐらいの、ドラマで、当時あんまりね、見れなかったんですけど、そう。で、大人になってみると、あ、こんなストーリーだったんだ、みたいな。ほら、子供の頃ってさ、透明人間っていうだけでちょっと面白そうで、なんか見たくなるよ。でも大人になってみたら、まあ、子供の頃多分飛び飛びで見てたのプラス、あまり子供の時理解できないことも多いから、結構意外となんか難しいこともあって、うん、あ、こういうちゃんとしたなんかストーリーが構築されてたんだみたいな。うん、まあ、ただなんか子供の頃ってなんかこう、透明な薬飲んで消えてなんか面白いことやるみたいなイメージしかなかったんですけど、なんか、そういうね、香取慎吾が新聞記者で、なんかこう、それでなんかこういろいろね、透明な薬を飲んで、なんかいろいろ事件を解決して、事件っていうか、まあ記者で、なんかこうスクープをこう、真実をこう求め、ついでになんか事件も解決していくみたいな、ちゃんとそこの、なんていうの、うん、ちゃんとしたそこもなんかあるっていうか、ただ透明になってなんか面白いことやるとかじゃなく、あ、ちゃんとそっちのなんか、あれもあるんだねみたいな、そっちのストーリーもあるんだねみたいな。そう。で、それをね、ずっと見てたんですよ。そう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 。見たことあります？透明人間。あります？ある。あれ、覚えてます？ストーリーとか。多分、見たことある人でももう多分ストーリーとかほぼ覚えてないと思うんだよ。大昔のやつだから、まあ途中で見返した人だったらだけどさ、話変わってくるけど。うん、結構、あ、こんな、こういうストーリーあったんだね、みたいな。あ、こんばんは。そうなんですよね。すげえ、総合ランキングも9位になった。総合ランク9位になったぞ。デイリーも何気に3位だし。世にも奇妙な出てたね。あれしょ、なんだっけ、古畑任三郎 VS スマップとかもあったよね。なんかスマップが、なんか殺人をして、で、なんか古畑と対決するみたいな。古畑か。うん。やってましたよね。なんか古畑任三郎 VS スマップみたいな。うん。なんかね、香取慎吾の裸綺麗だなと思って。透明人間になるとき、こんな感じ。
なんか服とか脱ぐんですけど、その時も後ろでね、後ろのこうなんかもう完全全裸の状態で、なんかこう、映るんですけど、まあ前はあれなんで、後ろ姿でも全裸なんですけど、めっちゃ綺麗なんですよね、なんか肌とか。まあ、今の俺よりも全然若かったろうからね、あの時。多分、香取慎吾が多分、まだ全然二十歳とか、そこら辺の多分やつだと思う。二十歳前後のやつだと思うんで。今、俺も35だから、だから当時の香取慎吾で俺の方がもう全然今、年いってるね。うん、あ、ポンポンどうも。極戦をしてる。極戦も結構見てたけどね。どうもどうも。うん。いやー、ちょっとね。香取慎吾が住んでるマンション、家賃120万。そうなんだ。まあ、金はあるだろうからね。まあ別に120万ぐらいの家賃でも別に驚かないよね。あそこクラスなら。うん。ケツに保険かけてさ、そんなことやってたんですか。あとなんかこう前張りとかしたらしいよ。なんかあの、普通に外で、なんかもう全、ガチの全裸でこう撮影とかするんだよ。後ろ姿でこうなんかね、映して。で、前のとこなんか、なんか加藤慎吾がなんかの番組で言ってたけど、ガムテープでここ貼ってたらしいよ、ここの部分だけ。ここの部分だけガムテープ貼って。で、後ろはもう本当に、で、それで後ろから撮れば分かんないな。で、後ろからこう、あーみたいな感じで撮って。あれ、前張りっていうのやってたらしい。うん、もうガム手でここもう完全になんか隠してたらしい。前は。うん、普通に外とかで全裸になって撮影してたからね。うん。今日は Mac 配信しないの。いやー、Mac はもういいでしょう。うん、いや剥がすときやばいだろうな、確かに。どうなってんのかよくわかんないけど。うん。いやそれすっかり忘れてたけど、ジャックポットとかもこれ当たる可能性あるんだったわ。ジャックポットって今どんぐらい溜まってたんだろう。あ、ポンポンどうも。ジャックポット。ジャックポット、ジャックポット、ジャックポット、ジャックポット。こんばんは、風船どうも。あ、ジャックポットも出たばっかだね、どれも。全然溜まってないじゃん。ジャックポットは全部出たばっかやね。そんな、全然溜まってないわ。うん、まあ、ジャックポット溜まってなくても結構当たりが2倍でだからね。溜まってる時の期待値よりは正直高いよな。うん、お疲れ様です。いやー、透明人間面白いっすよ、マジで。面白いっていうか、まあ、意外と、なんか子供の頃感じてたあれより面白くなかったけど、大人になってみたら。まあ、もうちょいでね、最終回に今突入するとこなんですけどね。海外映画は、あんま見ないっすかね。あんまし見ないっすね。映画の透明人間かと思った。あ、映画でも多分透明人間ってあるよね。うん、そもそもなんか透明人間みたいなタイトルのなんかやつって結構ありそうじゃない？そもそもが。透明人間みたいな扱うので多分面白そうじゃない？うん。ツバニャンと聞く。なんでツバニャンと企画なの。ツバニャンってそもそも沖縄かどっかいいんじゃない知らんけど。うん。
職の相談するの、自宅でスマホでオンライン面談クルートエージェント、だんだったら言ってよ。今ちょっとリアルタイムで見てるじゃない。ちょっと待って、カバーじゃないか。いやー今ね、透明、だこれ透明人間の、これ、あれ、エンディングテーマですから、これ。まあ、YouTube で見てるやつは、その、音楽の都合上そこカットされてるんだけど。いやー、あと、もう、あとね、あと2話ぐらいでもう多分最終話です。今11話ぐらい見たんで、多分あと1話か2話で最終話だと思うんだけど。透明人間のポーズってなんかいろんなポーズがあるの、決まったポーズないよね。こうやってなんかあの、透明になる薬飲んで、ふわっつくなって飲んで、ほっ来た来たほっほっほっはぁみたいな。ってなんか消えるじゃないですか。そう、昔やってたやつですよ。俺が小学4年の時とかやってたやつ。そう、コンペイトみたいなやつ飲んで、こうやって、ほっほっはぁみたいな感じで。あなただね。そう。俺が小4ぐらいの時やってたやつだよ。だもう25年前ぐらい。25年前ぐらい。俺が小学校の時に。ね、これ本当あんま大きな声で言えないけど、今 YouTube に転載されてるやつがあるの。なんか画質めちゃめちゃ悪いけど。より今ね、それ全部見直してんの。で、今、昨日から1話から今11話ぐらいまで見て、あと1話か2話見ると多分最終話のね。
そう。子供の頃、全部見れなかった。全部見れなくて。で、飛び飛びだし、あとほら、子供の頃だと分かんないことがいっぱいあるじゃん。大人になって、あ、こういうストーリーだったんだっていうのをなんか改めて見て。そう、銀狼回帰ファイルもね、当時全部見れなくて、1年前ぐらいかな、見直しました、俺、銀狼回帰ファイル。全部見た銀狼回帰ファイル。うん。最終回結構ね、銀狼回帰ファイル。すごい最終回だね。すごいというか。うん。そうそうそう。いや、今最終話はまだ見てないから、でも記憶にないっていうか、多分俺最終話見たことないと思う。見たことあるかわかんないけど、そもそも記憶にないから。今ちょうど、なんかあのね、透明になる薬の、正体が分かりつつあるところで今終わってる。うん、あ、そう、石田純一出てる。石田純一が刑事役で出てる。石田純一もすごい若いからね。25年前だから。うん、肌とかも全然違うもん。なんかめっちゃ若いのよ。うん、まあさすがに香取慎吾とかよりは若くないけど。うん、まあ、ざっくり言うとね、ネタバレになっちゃうから、ざっくり言うとだけど、どういうやつかっていうと、なんか、香取慎吾がとある表紙に、なんかこう、変なのね、フリスクみたいなのがあるんだけど、まあ、黄色のなんかこう、透明な筒に入った、まあ、今で言う、一番わかりやすい話、フリスクみたいなのがあるんだけど、で、そのフリスクみたいなやつを、なんか、とある表紙に拾って、で、それをね、なんか、風邪薬だみたいな感じで、風邪ひいてね、なんか咳止まんなくなって、風邪薬だみたいなので、ひょんな表紙で飲むみたいな感じなの。ざっくり言うと。で、そうすると、それが透明になる薬だったみたいな。まあでも、正確にはその風邪薬もらった人とはちょっと入れ替わるというか、まあここはネタバレになるからあんま言わないけど、正確にはその風邪薬だったもらったものが、なんかの表紙で入れ替わって、実はそれを飲むと透明になる薬だったみたいな。で、その透明人間になって、いろんな事件というかを解決するみたいな。で、その、香取慎吾がその、記者なの。記者で、いろんな事件を解決していくっていうようなストーリー。うん、そうなんです。で、実はその薬は、なんかこう、神秘的なもんだと思ったら、実は、その、なんかまあ、要するに、あれなんですよ。とある、なんかすごい悪の組織みたいな会社が開発した薬だったみたいな。うん。バイオハザードいう、なんかアンブレラ社みたいなのが、そう、アンブレラ社で、なんかこれミスったりすると殺されるじゃないですか。そういうようなもう、悪のアンブレラ社みたいなところがあって、そこがもう極秘になんか開発した、なんかこう、透明になる薬みたいなのが。そう。まあ、要するにあれですよ。名探偵コナンでいう、アポトキシン965だかなんだか忘れたけど、ほら、コナンのなんかちっちゃくなるやつみたいな薬とか、黒の組織のね、みたいなやつか、バイオハザードでいうほら、ウイルスをなんか極秘にアンブレラが開発するみたいな、まあ、要するにそういうような感じ。うん。それがなんか透明になる薬なんだ。透明人間になる。うん。まあ、これ言っちゃうとね、ちょっとネタバレなんですけど。まあ、ネタバレも何ももう25年前ぐらいのやつなんだ、うん、そう。ゴジラの映画に鳥山明が出るんですって、あ、そうなんです。深津絵里が出てくるんだけど、深津絵里がクソ若いっすよ。深津絵里がクソ若いっすよ。うん、25年前だからね。
香取慎吾ってなんかそういうドラマ多いよな。なんかこういうなんていうの、ちょっとありえないようなファンタジー系のドラマに。あ、そう、あとね、このね、香取慎吾のこの透明人間見てて、多分3話か4話ぐらいに、なんか、俺は孫悟空かよみたいなことを言うセリフのとこがあるの、うん。あのね、透明人間で多分4話ぐらいだと思うんだけど、なんかこう会話のやりとりで、香取慎吾が、ね、俺は孫悟空かみたいなことを言うセリフのとこがあるの、うん。それなんか、おおって思って。だってさ、香取慎吾ってさ、そのさ、透明人間、が多分25年前ぐらいで、あの最勇気やってたじゃん、孫悟空役で。あれ多分10年前ぐらい、いや5年前ぐらいかな、わかんないけど。そう、透明人間をやったら多分10年か15年か20年後ぐらいに、あの本当に自分も孫悟空役やってるっていう、ただそれだけの話なんだけど。あ、ポンポンの、うん、なんか昔のドラマも結構見てますね。あとね、君といた未来のためにっていう、堂本剛がやってたドラマあるんだけど、あれめちゃくちゃ面白いですよ。俺、これね、半年前ぐらいに一回見直したんだけど、あれ絶対見た方がいいですよ。あれ神ドラマっすよ、ね、君といた未来のためにっていう、堂本剛が主役でやってた2000年、確か1999年のドラマがあるんですよ。1999年から2000年にこうなる瞬間にやってたっていうか、あれめっちゃ面白い。なんかあの過去に戻るの。うん。なんか何回も何回も過去に戻ってやり直すの、人生を。で、当時流行ってた、なんかたまごっちとかさ、なんかこう、売れてたバンドとかのなんか作詞作曲とか、なんか全部自分がなんか やったことにして、で、お金稼いでとか。で、それでなんかこう、でもなんかその人生をでも何回も何回も繰り返すの。で、結局過去に何回も戻っちゃって、で、未来に行きたいみたいな、そういうやつなんだけど。うん。いや、あのね、君といた未来のためにっていうね、ドラマめちゃめちゃ面白いですよ。絶対見た方がいいですよ。これもね、あんま言うことじゃないけど、YouTube 多分上がってると思うんで。うん。関さんは透明人間になったらどうする？いや、もうやりたい放題だよね。だってもうお金なんか稼ぎ放題じゃない。だってそんなの。最後どうなる？え、何が？君といた未来のためですか？透明人間ですか？うん。うん。君といた未来のためには、まあネタバレになっちゃうからな、知ってるけど、言っちゃっていいの？それ。それは言っちゃっていいんですか？、うん、まあ一応未来には行けるは行けるんですけどね、うん、まあとあることが原因で、そのな何が原因でも過去に戻ってるか分かんなかったんだけど、まあそのね、主人公のお母さんが原因で戻ってたんですよ。でそれがもう最後の最後で分かってって感じですよね。死んだと思ってたお母さんが実は生きてて、そうで、それでそのまあとりあえずそのお母さんがなんかトリガーになってて、まあ詳しくは言わないけど、うん、でなんか過去に戻っちゃ、あの何回も何回も戻ってたみたいな。でも過去に何回も戻るんだけど、あの結局その2000年を迎えることができ、あ、その1999年から2000年になる瞬間に結局2000年を迎えられないの。結局戻っちゃうの、過去に。でもその最後の最後でその原因が分かって突き詰めて、でそれで未来に行くことができるんだけど、お母さんがその瞬間死んじゃうみたいな、ざっくり言うと。あ、こんばんは、お疲れ様です。うん。お母さんがなんで石田純一？いや、だから石田純一はあれだよ、透明人間の刑事役の人よ。東京リベンジャーズ見てる？見てないですね。うん、
いや、石田純一は、あの、刑事役ですね。透明人間の主役は香取慎吾。でさ、その、ちょっとウケるのが、あの、石田純一のなんか浮気キャラとかなんか、女好きキャラみたいなのあるじゃん。あのキャラがそのままなんですよ。透明人間の中のその刑事役で、あの石田純一の、あのリアルなキャラそのままのなんか役なの、うん。なんかすぐ女に告白するみたいな。そんななんか役なんですよ。うんいや、香取慎吾と俺は名前一緒だからね。あの、漢字まで全部一緒ですから。漢字まで全部一緒ですよ。あ、ポンポンの香取慎吾ってそういうなんか役多いよな。透明人間とかもなんかふざけた客なキャラじゃんっていうか、なんかふざけたようなアニメじゃん正直。であとあの西遊記とかもちょっとふざけたような感じじゃん。ちょっとギャグ系っていうか、うん、おちゃらけ系なやつじゃないですか。そういうの多いよな、そういう役っていうか、なんか慎吾ママとかもそうだけど、まああれはドラマじゃないけど、うん、あとスマスマのなんかこうコスプレみたいなのもそうだけどさ、あといいとものなんかねコスプレみたいなのもそうだけど、まあもう終わっちゃったけど、どうもこんばんは、うん。香取慎吾って昔若かったで、そんな誰でもそうだ、誰だって昔若いやろ。若い時の映像が残ってるか残ってないかって話ですか。別に誰だって若いでしょ。昔は誰だってね、ほんと目の前ぐるぐるおばさんもね、うん、曲がってごらんよあの角を、それ違うわ。目の前ぐるぐるおじさんもね、昔は子供だったでしょ、うん、そう、偉そうな顔した政治家や、うん、そうそうそう、足場さんチアリーダーにこわざす、うん、曲がってごらんよあの角を、足場さん参考チアリーダーです、うん、あ、そうそうそう、そういえばこち亀も出てたよね、香取慎吾。そうだ、両津役だよね確かね。そうだ、忘れてた。やっぱなんかちょっとふざけたようなキャラ多いんだよな。そうだ、こち亀出てたでしょ、うん、こち亀出てたっていうか、こち亀やってたよね、忘れてたわ。うん、うん、香取慎吾の透明人間で多分本当に分かる人って、今の若い人絶対知らないだろうからね。多分俺ら世代以上の人だと思う。多分ほんと30代以上の人限定だと思うな、わかるの。俺が今35で、ちょうど俺が確か小4ぐらいだから、30代以降じゃないと多分知らないと思う。なかなか。うん。そう。まあ、アニメの実写化っていうか、なんかちょっとふざけたようなキャラが多いよね。うん。まあ、ギャグ的なね。うん。
はあ。何しよっかな。ドラマ雑談も終わっちゃった。ドラマ雑談も終わっちゃったんだけど、どうしよう。ドラマ雑談が終わっちゃった。コンビニでも行くって。いやー、コンビニってどうすんだって。ナイス118か。118ナイスだよ。ほんと増えないな。もこみち出とった。いや、もこみちは出てないでしょ。でも、もこみちってその、25年前とかいないでしょ。もこみちって多分出てきたの10年前ぐらいじゃない？そんなになんかめっちゃ昔からいないよね、あの人。あの、極戦とか出てたよな。初代極戦、多分松潤のやつだよ。初代極戦って松潤じゃん。松潤のやつじゃん。なんか松潤がメインのキャラ、あの、メインの生徒というか。松潤の回の、多分初代極戦に出てたと思うよ。うん、江頭がモスのコーヒーシェイクに120点出してバズって、マジで。なんかさ、マックシェイクってぶっちゃけそこまで特別美味しくないけどね。コーヒーシェイクは飲んだことないけど、うん、いや、もこみち出てたよ、初代。多分初代極戦でしょ。うん、初代の極戦結構メンツ的にすごいよね。で、まず松、あの、生徒がすごいよ。で、松潤でしょ？松潤、もこみち、小池徹平、あとなんかデブイヤか、あの、わきっていう、まあ、あれは大してあれじゃないけど。あと誰がいたっけ？あと誰だっけな。あとちょっと名前忘れちゃったけど、なんか薬かなんかでダメになったし、なんか芸能界ダメになったみたいな人出てなかった。違ったっけ？俺の記憶違いかな。あ、そう、小栗旬も多分出てた。うん、結構初代、今思うと初代の極戦ってすごいよ、生徒役。うん、結構みんな後々出世したっていうかさ。うん。うん、え、久保塚は出てないでしょ、うん、久保塚は出てないと思うけど。久保塚はあれ、あれ、池袋ウエストゲートパークとかでしょ。IWGP も豪華だった。IWGP、そうだね。確かに確かに。永瀬、山下智久、久保塚、あと誰だ。坂口健二、あと誰がいたっけ。あれだ、あれあれあれだ。まあ、これはあのメインキャラっていうあれでもないけど、あれ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 だよ。あの、妻夫木だ。妻夫木聡。まだなんか出てた気がするな。あれ、海猿とか出てた人、なんだっけ、忘れちゃった名前。海猿見たことないけど。あの、なんかこう、頭が、あの、ほら、頭がなんかもうアフロみたいな。そうだ、佐藤隆太だ。うん、赤西は、あの、あれでしょ、あの、極戦の第2期でしょ。
いやー疲れたな。どうしよう、散歩でも行くか、どうしよう。やることないな、もう話すことなくなっちゃった一気に。すごいかそると思うけど、ゲーム配信とかしたいな。なんかゲームとかやってればさ、やることないってことないからね。ゲームやってればいいだけだからね。うん。去年再放送でやった。あれ、よくあれやったよね。そう、なんかさ、コロナ禍で、なんかドラマとか撮影するのがきついとかさ、テレビ番組を撮影するのきついみたいな時あったじゃん。だから、なんか過去のドラマもなんか再放送しようみたいな時あったじゃないですか。あの時確か、その、極戦の2期のがなんか再放送されたみたいだよね。あれ、よくされたよねって思った。まあ、さすがにジャニーズ事務所の忖度だけでは、忖度でなんか極戦っていうあの名作をずっと流せないっていうのは、まあ無理なわけか。だってあれ赤西とか出てるじゃん。ジャニーズからしたら多分赤西が出てる作品、なんかテレビで放送させたくないみたいな気持ちあるんじゃない多分。うん。まあでもね、作品はね、別にジャニーズのものだけじゃないからね。あ、でもなんかね、ジャニーズあんな感じで辞めた赤西とか出てんのに、しかも結構メインどころで出てるじゃん。あ、普通に放送するんだとか思って、うん、なんかさ、若い時さ、赤西めちゃめちゃイケメンだったけどさ、今結構もうおっさんになったよね。知ってますよ、なんか YouTube とかでさ、あれ YouTube なのかな、なんか見たけど、結構最近の赤西もネットで出てるから、極戦の時とかさ、めちゃめちゃイケメンだったのに、カツーンのさ、あとカツーンのデビューの時とかめちゃめちゃイケメンだったのにさ、今結構あれみたいな。あ、結構おっさん化したな、みたいな。ポンパだす。離婚したんじゃないか、あれ赤西って多分離婚したんじゃなかったっけ、してなかったっけ。なんかさ、西山真紀と一回付き合ってたよね、キャンキャンの。西山真紀ってめっちゃ可愛いなと思った。でね、俺ね、なんかそういう前兆感じたのよ。なんかあのね、なんだっけな。あのね、カトゥーンのなんかこう、カトゥーンの番組があったの、多分深夜の番組だと思うんだけど、でそこになんかカトゥーンの番組なんだけど、カトゥーンカトゥーンカトゥーンみたいな、多分スマップスマップみたいな、多分そんなようなタイトルだと思うんだけど、ちょっと番組まで覚えてないけどね。それに西山真紀が来たんですよ、あのキャンキャンのゲストでね。でその時に赤西が番組内でなんか西山真紀のこと超可愛いみたいなことなんかさりげなく言ってたのよ。うん、だからあれ、なんかこれ結構ガチっぽい口調で言ってるなと思ったから、なんかそういうなんか赤西、ね、狙ってんのかなってちょっと一瞬思ったんだよ。そしたら本当にその後付き合ってたっていうね、うん、で結局あれでしょ、なんかあの誰でしたっけ、黒木メイサだっけ、誰だっけ、なんかちょっとハーフっぽい人と結婚しましたよね。多分できちゃった婚だと思うんですけど、うん、誰だっけ、黒木メイサでしたっけ。うん。いや、人生わかんないもんっすね。勝つんね。勝つん。
モームス中澤50。いや、もう多分そんぐらいいくよ、多分。モームスの中澤多分もう今49とかそんくらいじゃない。多分もうほぼ50字がいいと思うよ。すごくない？言うてもさ、モームスの中澤、モームスなんてさ、ちょっとね、ちょっと前のアイドルぐらいの感覚なんだけど、俺からしたら。まあでも AKB がそもそもちょっと前のアイドルなんかもしんないけど、今でもね。言うてもちょっと前のアイドルみたいなイメージあんだけどね。あ、ポンポンともね、うん。ちょっと前のアイドルがもう50とかですよ。まあ中澤自体ね、入ってきたの遅かったけどさ。その年齢的にね、うん。確かデビューした時が多分24か5か6ぐらいでしょ。まあ、アイドルデビューってさ、なんだろう。もう25ぐらいでデビューってもう遅いイメージあるよね。でもさ、中学生とか小学生でアイドルとか入る子いてさ、そうするとさすがに若えなって思うけど、平均的に言ったら多分、高校ぐらいなのかな。高校とか中学、高学年から高校ぐらいが多分アイドルの平均的なデビューのあれなのかね。わかんないけど。ジャニーズとかも小学生ならあれだけどさ。ジャニーズだけちょっと特別だからね。なんかジュニア期間みたいなのがあるから。関さんは結婚式どこでしたいとか、別に特に希望ないですけど、うん。結婚式ここでしたいとか特にないですけどね。てかそもそも僕は結婚とかすんのかな。そもそも僕は結婚をするんでしょうか。ポンポンと僕は結婚そもそもするのでしょうか、うん、それが分かんないんですけど、うん、サメさん右下ナイスだけ押してってください。本当に少ないっすね、ナイス。ほんと、相変わらず。来場者に対して。相変わらずナイスが少ない。もうまたナイスくれ、ナイスくれ、今疲れたよ。ナイスくれって言いたくないんだけども。はぁ、あ。ナイスをしました。ありがとうございます。ポンポンもあざす。ぜひね、ポンポン投げてくれた方もね、ポンポン無料ですけど、ナイスも無料なんで、ぜひナイスもね、一緒に押してもらえるとありがたいです。
だから炙った味食べたけど、生の味が食べたかった。で、小肌はなかった気がする。小肌はね、なんかなかった気がするんだけど。小肌とかさ、味とかいいよね。大人になって美味しさが分かったわ。小肌とアジとかを最初に食べたいね。ありがとうございます。ナイスもちょっとずつ増えてきた。ちょっとずつナイスも増えてきたよ。初見40代ですか。40代に見られたことないんだけどな。数が増えてきたぞ。よし、ちょっと一回これ60分で終わって、ちょっと透明人間だけ見てみようかな。見てから、多分あと1話と2話で終わりだから、その後配信しよっか。その後どうしよう。コーヒーでも買いくか。透明人間だけあと1話か2話なんで見ちゃいたいんだよね。いや、多分ローソンではないと思うけど。あれ、ローソンの美味しいけどね。よし、じゃあ一回1時間ってか、あと3分ぐらいで終わって。透明人間をちょっと見てまたやります。ローソンの美味しい、あのね、ローソンはあのカフェラテとミルクティーめちゃめちゃ美味しいですよ。ローソンのアイスカフェラテとアイスミルクティーめちゃくちゃうまいです。絶対飲んだ方がいいですよ。めちゃくちゃうまいです。最初はね、アイスカフェラテを飲んでみてほしい。でも多分あのローソンのアイスカフェラテより美味しいカフェラテ飲んだことないと思う、多分。いや、マジで。うん。コンビニのカフェラテが一番なのかよって思うかもしれないけど、それぐらい美味しいよ、マジで。嘘だと思う方は飲んでみてください。多分、今まで生まれて、アイスカフェラテで一番美味しかったのローソンだと思う。いや、マジで、あの、ほら、お店で作ってくれるやつ。あの、セブンカフェみたいなやつ。ローソンのアイスカフェラテ飲んでみてください。めっちゃうまいですよ。あと、アイスミルクティー。最初はアイスカフェラテ飲んでほしいな。うん。そしたら、ちょっと透明人間見てからまた配信します。ということで、じゃあ皆さん、一旦お疲れ様ですね。アメさん、右下ナイスだけ押してってください。お願いします。右下ナイスだけ押してってください。
あ、ポンポンどうも。はあ。ということで終わるか。お疲れ様でした。